この動画のあらすじ。夜勤終わりにカメラを持って一人旅、富士山の綺麗な写真を撮りに行きました。お天気に振り回され、孤独感に苛まされ、それでもこの季節を楽しんでいきます。ご視聴ありがとうございます。おみつと申します。私の最近のマイブームは写真を撮ることです。綺麗な富士山を撮りたくて、今日も夜勤終わりに富士山が綺麗に見える場所に遊びに行ってきます。日中はまだまだ暑いけど、朝晩は冷え込むようになってきたので、お出かけをするときはしっかり上着を持っていくようにしています。今日は大室山登山リフトに来ました。リフトで山頂まで行き、周囲1000メートル、深さ70メートルの噴火口の跡を周回するお鉢巡りができます。山頂からは富士山も見えるし、スカイツリーや横浜ランドマークまで見える時もあるみたいです。おはようございます。大人一人で、ありがとうございます。ありがとうございます。チケットを買って早速リフトに乗りました。乗る時の緊張感が半端なかったです。高いところ怖いんですけど、このリフトは地面との距離が結構近かったので、落ちても大丈夫だなって思ったらあんまり怖くなかったです。そしてリフトの終わる頃にこんなのがありました。これでもね、ちょっと暑いけど山見えてるし、カメラぜひ見ててください。はい記念写真撮ってもらいました。一人だからちょっと恥ずかしい。なんか恥ずかしいし、そろそろ降りる準備もしなきゃいけなくて、ちょっとわたわたしてます。ここで降ります。はい、左を進みます。はい、はい、どうぞ。ありがとうございます。駆け足で降りる。そしてあっという間に山頂に到着しました。今日こそ富士山の綺麗な写真を撮りたいところなんですが、ちょっと見えない感じかな。富士山の写真を撮りたくて登ったんですが、リフトでドキドキワクワクしてたら、ちょっと富士山のことが頭から抜けちゃって、普通に景色を楽しんじゃいました。30分くらいでお山の上を一周することができました。はい、あとお団子のプレーンを一つください。これ一緒でいいですか？あ、一緒で大丈夫です。名物のお団子となんか可愛いマスコットがあったので、それを買っちゃいました。景色のいいところで食べたくて、お団子を持って探検してます。大室山のキャラクターが描かれているプレーン味のお団子。それではいただきます。シンプルで素朴な味、タレとかついてなくてもとっても美味しいです。いいお天気だけど、ちょっと雲が多くて富士山は見れませんでした。リフトに乗って降ります。子供の頃は家族みんなでこのリフトに乗った記憶があるんですが、今は一人ぼっちで、なんかちょっと切ない気持ち。一人でリフトに乗ってる写真を見て、ちょっと寂しい気持ちになりました。なんか秋ってそういう気持ちになる気がします。空気が気持ちよくて眺めもとっても良かったので、またこのリフトに登りに行きたいです。今日の車中泊スポットに移動しています。お天気が安定しなくて、晴れたり曇ったり急に雨が降ったり、
いです。今日はここで一休みします。たくさん歩いたし、たっぷり運転したのでちょっと疲れちゃいました。ちょっとここでリラックスタイム。じゃん、 CBD ベイプトワイライトです。パッと見タバコに見えるんですが、これはタールやニコチンはゼロ。 CBD の成分をブルーベリーやライチなどの素敵なフレーバーと一緒に楽しむことができます。 CBD のリラックス成分が体に染み渡る感じ。 CBD の成分にはチル効果があって、とってもリラックスできます。タバコは吸ったことがなくてかっこいいなって思うんですが、体に悪くて吸えないので、こういった形でタバコのようなものを体験することができて最近ハマってます。 N 版の中にホオズキをぶら下げます。そして車内で過ごしやすいようにフルフラットに変えていきます。まずはベッドキットを取り外します。そして外したところに運転席をバコンとはめ込んじゃいます。よいしょ。最近ここに運転席がすっぽりはまるって気づきました。そしてその上からベッドキットの板をはめて、これで車の中がとっても過ごしやすくなりました。運転席の場所に荷物をたくさん置いています。おかげで車内はとっても広い。つけて私だけの空間の完成。居心地が良くてとっても落ち着きます。ここで私が大室山で買ってきたお土産をご紹介します。お持ち帰り大室山と幸福のカピバラ、可愛くて一目惚れで買っちゃいました。そしてこれは半目の口が半開きの記念写真です。私は夜勤をしていて、お友達や家族と生活リズムが合わなくて一人で行動することが多いです。一人旅も楽しいんですが、ちょっと寂しい気持ちになりました。さあ、そろそろお夕飯の時間です。今日はだるまさんたちやカピバラさんや大室くんと一緒に鍋パーティーをします。みんなでお鍋食べるぞ。じゃあエレクトリックメスティンで作ります。一人で車内でお人形遊びして、なんか大丈夫かなって自分でも見返していて思うんですが、私は元気です。ちょっと寒くなってくるとなんだか寂しい気持ちが増していくような気がします。センチメンタルな秋。エレクトリックメスティンにお水を入れます。具材は鶏肉、白菜、ここで入れ忘れていたお鍋の素を入れときます。そして長ネギ、人参と椎茸、ぶなしめじとえのきも入れました。そして隙間に浜松餃子をギュッギュッと詰めていきます。餃子をお鍋に入れるととっても美味しくなる、おすすめです。材料を全部入れたら
あとは待つだけ。待ちきれなくてちょっと覗いちゃう。いい感じにグツグツしてます。お玉でシェラカップによそいます。鶏肉がとっても大きい。お豆腐も入れればよかったなって最後に思いました。パッケージのデザインが新しくなったノンアルのバドワイザー。チューリップがかわいい。それではお鍋いただきます。浜松餃子、皮がプルプルで中身はあちあち、肉汁がじゅわーって出てきてとっても美味しいです。欠かさずビールを流し込む。ノンアルだけど完璧なビールです。銀色の箸を使っていたんだけど、食器と食器がぶつかった時の小さな音が気になって木のスプーンに変えました。口の中が熱くてピンチ。こういう時はビールでお口の中を冷やします。締め用におにぎりと卵を持ってきたんですが、お腹いっぱいになっちゃったので今日のお鍋はここまで。ごちそうさまでした。夜はちょっと冷えるのでモコモコのパーカーを着ました。寝る前に CBD ベイプのトワイライトでチルタイム。私は睡眠の質も良くなる気がして、トワイライトを使う前から市販の CBD オイルを使っていました。いまいちかっこよく吸えないんですが、気持ちはとてもリラックスしています。今日はスノーピークの寝袋をお布団みたいにして寝ます。寝袋が入っていた袋は上の棚にポンと置いちゃう。本当に雑。ぬいぐるみのポテトを枕にして寝ます。おやすみなさい。夜中に大雨が降って目が覚めましたが、朝はしっかり起きることができました。昨日と打って変わってお天気は最悪です。お気に入りのランタンに火をつけて朝のこの時間を楽しみます。優しいランタンの明かりで心がほっと落ち着きます。一酸化炭素チェッカーもしっかり確認。湿度が高い。霧も出ていて雨もざっと降ったりやんだり。昨日の晴天が恋しいです。朝ごはんを食べます。朝はトーストと
カップスープ。まずはお湯を温めます。ケトルとコンセントをつなげます。コードが短いので注意。お水を入れて蓋を閉めてスイッチを入れてあとは待つだけ。エレクトリックメスティンの蓋をフライパンにして目玉焼きを作ります。今日の目玉焼きは上手にできそうです。塩とか胡椒とか調味料は全部忘れました。でも粉パセリだけ持ってます。ホットサンドメーカーで食パンを焼きます。ポータブルバッテリーの電気が残っているかちょっと心配。焼き目はつかなかったけど、いい感じに温まりました。カップスープにお湯を注ぎます。ミネストローネのカップスープです。最後に粉パセリをトッピングしようと思ってせっかく持ってきたのに、ついうっかりかけるのを忘れちゃいました。お腹ペコペコだと仕上げが雑になる。簡単朝ごはん、目玉焼きトーストとミネストローネ、いただきます。体が温まる。目玉焼きの焼き加減完璧でした。ちょっと半熟なのが大好きなんです。黄身がポタポタ垂れないように慎重に食べます。こういうカップスープはちょっとお湯を少なめにして味濃いめで飲んでます。あっという間に最後の一口。ごちそうさまでした。ご飯も食べ終わったのでお片付けをします。最後までご視聴ありがとうございました。いつもたくさんの方々からコメントをいただいて本当に嬉しいです。全員にお返事することができなくて心苦しいんですが、全て大切に読ませていただいています。季節の変わり目、寒暖差が激しいので体調に気をつけて秋を楽しんでいきましょう。次はキャンプをしに行ってきます。この動画が良かったなって思う方は高評価ボタンやチャンネル登録をぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。